おお、あんなところに立派なニワトリがいますよ。ニワトリではありませんよ、ペコリーヌ様。あの魔物はマダムピック。雪山から山里に降りては人を襲う厄介者だそうです。それでギルド管理協会から討伐依頼が出たってわけ。それにあの綺麗なお羽がかなり高値で取引されてるらしいわよ。キャル様、そのようなことのために主様をこんな雪深く凍える場所に連れてきたのですか。コロスケたちだってお金は必要でしょ。報酬のことを考えれば寒さなんて気にならないわよ。さあ、あの羽を全部持ち帰って大儲けよ。思ったより手強いニワトリでしたね。ニワトリじゃないわよ。ってそんなことより、あんたのバカ力のせいでせっかくのお羽がボロボロじゃないの。こんなことになるなら来るんじゃなかった。無駄足だと思ったら急に寒くなってきた。寒い寒い。寒い場所で食べる鳥鍋も結構おつなもんですよ。だからニワトリじゃないって。